ロマン・ロマノビッチ・ローゼン男爵は、帝政ロシアの外交官、日露戦争時の中日ロシア公使、中米大使。ローゼン家は、代々音楽家や軍人を輩出してきた、バルトドイツ系ロシア貴族の家系で、1812年、ボロジノの戦いで、アストラハンスキー連隊を率いて戦ったことが、バルクライド通り将軍配下のボローン少将の公式報告書に記載されている。 1905年7月5日付のワシントンポスト氏は、レポートの中で、ローゼン家がスウェーデンに起源を持つことを紹介している。ローゼンはロシア外務省に入省し、外交官として在外交官に赴任し、公使として日本及びアメリカ合衆国に赴任した。中日公使としては、1897年から1898年、間を置いて1902年から1904年まで、 着任した。1898年4月には、東京で、西徳次郎外相との間で、西、老ン協定を結んだ。ポーツマス講和会議。老ンは、テーブル奥の右から二人目。日露戦争開戦前夜に、日本側と交渉に当たっている。老ン自身は、戦争回避の立場に立っていたとされるが、皇帝に古来にせよ呼び、本国政府の訓練に従い。 対日交渉は強硬なものとあった。ポーツマス講和会議では、ロシア側全権代表となったセルゲイウィッテを補佐し、日本側と交渉に当たった。その後、司法大臣として、シベリアにおける司法制度を改革した。また、国家評議会議員となった。1917年のロシア革命勃発後は、スウェーデンを経て、アメリカ合衆国に亡命し、 ヨーロッパの外交と政治について、アメリカのサタデイイブニングポスト誌に評論を載せ、これは後に1919 19年から1921年に、外交官、生活40年のタイトルで出版された。1921年に、ニューヨークで交通事故死した。彼の家系は、フランスの元帥、オーストリアの陸軍元帥を排出している。ありがとうございます。